皆さんこんにちは。埼玉赤新会病院脳神経センター長の近藤です。今回は未破裂脳動脈瘤についてやや詳しく解説したいと思います。未破裂脳動脈瘤は成人の 2% から 6% に見つかると言われており、決して珍しい病気ではありません。破裂することは稀ですけれども、破裂するとくも膜下出血という重大な脳卒中を引き起こす病気です。未破裂脳動脈瘤が見つかったんだけれども、どうしたらいいかわからなくて心配な方、お身内にくも膜下出血と方がいて自分もどうしようかと心配な方、あるいは自分の健康のために動脈瘤について勉強したいと思っておられる方、今回の動画を見てより知識を深めてください。ではごゆっくりどうぞ。で、今回はくも膜下出血とその原因となる脳動脈瘤のお話をしたいと思います。脳卒中と一口で言ってもくも膜下出血、脳出血、脳梗塞とそれらの総称が脳卒中と俗に言われているわけなんですけれども、くも膜下出血はここですね、大部分は脳動脈瘤の破裂によって、動脈解離とか特殊な原因もありますけれども、大部分は脳動脈瘤の破裂によって脳とくも膜の間の空間、つまりくも膜下腔に出血するものがくも膜下出血というふうに呼ばれます。じゃあくも膜下ってどこなのよっていう話なんですけどもね、脳はこのように3層の膜で包まれています。外側、頭蓋骨に接する一番外側から順に硬膜、黒で書いてある硬膜、見て分かる通り硬膜っていうのは最も骨に接するところにあって、成分としてはほぼ骨です。これは発生の墓地としては骨で、硬膜の硬い硬膜があって、その下にくも膜という柔らかい、膜があります。このくも膜の下に、髄液が流れていて、脳の動脈とか静脈はこのくも膜下腔にあるわけなんです。で、青で書いてある軟膜っていうのはそのもっと脳の表面にもへちゃーっとへばりついているような膜であって、ですから動脈が破綻したり皮質静脈に何かがあって出血が起きると脳実質へバーンと入っていかない限りはこのくも膜下に血液が広がることになります。で、動脈瘤も動脈の上にできるコブなんで、このくも膜下腔に存在するということになって、破れるとこのスペースが血液で満たされることになるので、こうですね、赤くなっているところが向かって右側の CT でいうと白くなっているくも膜下腔、これがくも膜下出血ということになります。で、くも膜下出血のが何か症状を出すとしたら、実はその本体は脳圧の更新なんですね。見てわかる通り、本来髄液が流れているスペースに いるはずのない血液がドッと高い圧力で入ってきてグッと圧迫するので、脳全体というか頭蓋内全体の圧が高くなることによる症状が出ます。で、脳梗塞とか脳出血っていうのは破壊された脳組織に、特有のいわゆる総症状、麻痺とかめまいとか失調とかっていうのが出るわけですけど、くも膜下出血の場合には、脳全体に障害が及んで、その重い軽いによって症状が出てくるので、肩麻痺だなんだっていうよりはまずは頭痛ですね。で、脳圧が高まると硬膜が刺激されるのでものすごい痛いです。脳そのものは痛みを感じないので、脳出血であんまり頭痛が出なくて、くも膜下出血で頭痛が特徴的っていうのは、こういった脳圧更新による硬膜の、痛みの受容体の刺激によるものがあるからということになります。で、脳全体の機能障害が起きるので、脳圧の更新があまりひどくなければ頭痛だけで意識は清明、いわゆるグレード1とかグレード2と呼ばれるくも膜下出血になりますし、この脳圧がどんどん高くなると要は虚血が起きるんですね。圧が高くなっちゃって動脈血が上がっていかなくなるので脳全体の機能不全が起きる。で、ひどいと最初の段階でも真っ黒になっちゃうということなので、頭痛からあとは意識障害の程度によってくも膜下出血の重症度というのは表される。
よほどの血腫型とか何か特殊な事情がなければ肩麻痺とか共同変身が起きることは稀です。というわけで、くも膜下出血を疑うその非常に重要な症状というのは、突然の激しい頭痛で、意識がはっきりしている人であれば8時13分からって言えるぐらい、それまで全然何ともなかったのが突然バットで殴られるような激しい痛みで動けなくなる、しばしば嘔吐を伴うということになります。また頭痛いって言った後バタンと倒れて意識障害を起こしたっていうのも、これは非常に怪しいくも膜下を疑う症状ですし、あとは頭痛を打ったり暇もなく意識障害を起こした、これはまあ非常に もちろん意識障害の原因って他にもいっぱいあるわけですけども、最重症のくも膜下出血の場合にはこういう発症様式を取ります。でさっきからちらちらお話ししてみましたが、いわゆる脳出血の違いは何かっていうと、脳出血っていうのは脳の実質内に出血するっていうことですね。で脳出血の原因は多くの場合動脈瘤ではなくって、そこに書いてあるような脳の深部に入っていく非常に細い穿通枝っていうものが高血圧にさらされて変性を起こして脆くなって出血を起こすというものなので、くも膜下に漏れるというか、よほど出血の圧が高くて多ければくも膜下に漏れることもありますが、基本はくも膜下にあまり漏れずに脳実質に出るということになります。で症状は出血した部位と量に応じた総症状が出るわけで、例えば一番左側、右の比較出血、そこの、赤の点々で書いてあるのが錐体量なんで、そこを圧迫したり、あるいは出血自体がそこに及ぶと肩麻痺を起こします。それから真ん中が視床出血ですね。この人は左の視床出血で、まあ、左だから意識障害が出ることが多いんですけども、と、感覚障害が主体で、隣り合ってあるその錐体路に出血が及んだり圧迫が及ぶと肩麻痺を伴うこともある。それから向かって右、一番右側が、これが大きな比較出血で脳室に穿破もしているやつですが、こうなると右の肩麻痺と強い意識障害と左向きの共同変身が出るということに、くも膜下出血と脳出血っていうのは出血の起こす病態も全く違うし、出血している部位も全く違うし、それによって引き起こされる典型的な症候も相当違いがあるということがこれで理解できると思います。脳出血を疑う症状は突然の総症状ですね。出血部位によって症状は多彩で、肩麻痺、高温障害、感覚障害、めまいが多いです。出血量が多いと皮質症状、つまり意識障害だとか共同変死だとか失語とか虫が出て、頭痛は意外と少ないんですね。頭痛いって言ってるから出血だと思いますっていう話が昔はよくあったんですけど、そんなことは全然なくて、脳実質には痛覚がないんで出血しても痛くないです。脳出血で痛いとすれば、それは相当大きい出血で脳圧が高くなって硬膜が刺激されてるからっていうことになります。逆に言うとね、脳出血とくも膜下出血って結構症状から見分けるっていうか予想つくことは簡単なんですけど、脳梗塞と脳出血って CT 撮ってみるまで分かんないんです。血圧高い脳梗塞もあるし、頭痛くない脳出血もいっぱいあるんで、そういうことなんですね。さてここまでがくも膜下出血の大雑把な病態のお話ですけども、もう少し掘り下げていきます。動脈瘤、そう、その動脈瘤が破れるのが大部分のくも膜下出血の原因だというお話をしましたが、動脈瘤というのは何なのか、動脈瘤というのはどういう、そのなんていうかな、自然歴をたどるものなのかっていうことをちょっと見てみましょう。でこれが、非常に簡単に脳動脈瘤の生まれてから、まあ、終わるまでの経過を書いた図です。向かって一番左側が正常血管でつるんとしてますが、そういったところの血管の分岐部ですね、脳底動脈の分岐部だとか内頚動脈と後交通動脈の分岐部などに、まあ、いろんなストレスがかかることによって、これはまだ未だに全部は解明されてなくて、いろんなシェアストレスが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われてるんですけども、いずれそこに、ストレスがかかり続けることによって血管の壁の構造が一部傷んだり破綻したりして弱くなったところが圧に負けて膨らむと。これが未破裂の脳動脈瘤。できてすぐパンと破れる動脈瘤もあると言われてるんですけども、まあ、見つかるのは大部分未破裂の動脈瘤です。で、脳ドックだとか頭痛の精査だとかで MRI を取った患者さんっていうのを全部こうまくってみると、成人の MRI などの血管の評価をした成人の
2% から 6% で見つかると言われているので決して珍しくはないって、割とありふれたものが未破裂の脳動脈瘤です。で、大部分は生涯破裂しません。その図で言うと、緑の矢印で上の方、斜め上に行くやつですね。生涯大部分は破裂しませんが、一部の動脈瘤がだん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 できた後、まあその見つかるまでの間にある程度成長するから、ある程度の大きさを持って見つかるわけですけれども、多くの動脈瘤は見つかった時点で成長が止まっていて、それ以上悪さをしないんですが、一部の動脈瘤は見つかった後も何らかの変化が起こり続けて、もしくは何かの時点で安定したものっていたところに何らかの変化が起きて瘤壁が薄くなって破裂をすると。で、後で詳しくその破裂率については見ますけども、ごく大雑把に1年間 1% ぐらい、一番右端の図の上に書いてあるところね、0.95% パー年って書いてありますけど、だいたい年 1% ぐらい。で、破裂することは稀ですけれども、いまだに破裂後の死亡率は高いです。我々一生懸命患者さん救おうとするんですけども、病院に来る前に即死しちゃってる人も含めて 30% から 50% の死亡率があると未だに言われています。だから破裂しちゃうと大変なんですね。じゃあどれぐらいの率で破裂するのか、どういうコブが破裂しやすいのかっていうことを研究した日本からの有名な論文がありまして、このスライドに書いてある UCAS JAPAN っていうんです。日本人を対象にしたもので、日本人の未破裂脳動脈瘤ものすごい数です。6697個、5720人の6697個、つまり動脈瘤多発があるんで、多発のものは一個一個それぞれにフォローしたので、で観察期間が分かんない、分かってるのは分かんないようなあれですけど、11660年っていう、まあそういう計算になるらしいんですが、まあ数年は観察したということですね。で、まあ、2年ぐらいは観察したということになると思います。で、全体、大きいのもちっちゃいのもあそこのもここのも全部この研究に含まれたものの全体の破裂率が1年あたり 0.95% って計算されていて、これは欧米人の約3倍です。だから日本人の動脈瘤って破裂しやすいんです。で、その下にね、あの米印で破裂率は過小評価されている可能性が高いっていうふうに書いてあるんですけど、実はこれ観察研究なので、これは本当にやばいわって思ったやつは治療されちゃってるんですね。だから観察期間中に治療されちゃった動脈瘤は解析から除外されているので、まあ、一般的に最も破裂率の高いと思われている層の動脈瘤は除外されている可能性が高いので、だから破裂率は1年間あたり 0.95% 以上というふうに考えるのが適切だろうというふうに考察されています。じゃあどういうコブが破裂しやすいのかいなっていうのを細かく見ていきますと、同じ UCAS JAPAN のこの表ですけれども、一番上のカラムの横の方に見ていくと、全体と書いて3から4ミリ、5から6ミリ、7から9ミリとなっていきますが、その次に1年あたりの破裂率っていうのは書いてありますけど、大きくなればなるほど破裂しやすいっていうのはこの表からすごくよくわかりますね。7ミリを超えると1年あたりの破裂率が 1.69% で、3から4ミリの動脈瘤に比べて 3.35 倍の危険性がある。10ミリを超えると、3から4ミリのベースになっている動脈瘤に比べて約9倍の破裂のリスクがある。25ミリを超えるとほぼ破裂しますみたいな話になるわけなんですね。だから大きくなるほど破裂しやすい。それから、その下、米印で破裂率は動脈瘤の部位によっても異なるって書いてありますが、全交通動脈瘤、この真ん中のこの真ん中に結んでるやつと、高交通動脈分岐部、よくある動脈瘤、これは、他の部位に比べて破裂しやすいっていうことが分かっています。どれぐらい破裂しやすいかっていうと、このスライドの上の表ですね。全交通動脈瘤は一番左端に書いて、1って書いてあるリファランスになっている中大脳動脈瘤の2倍の破裂率を持っているし、高交通動脈分岐部の動脈瘤は 1.9 倍だからほぼ2倍の破裂率を持っている。それからもう一つすごく重要なのは、下の表ですね、4番の表。全交通動脈瘤と高交通動脈瘤分岐部瘤は小さくても破裂するんです。さっきのスライドだとね、前のスライドに戻ると、7ミリ以上が優位に破裂が率が高くなるっていうふうに全体では見られてたんですけども、全交通動脈瘤は3ミリでも年間 0.9% の破裂率があるんで、
全交通動脈瘤は3ミリでも危険です。それから高交通動脈の分岐部の動脈瘤はさすがに3ミリ台だとあんまり破裂はしないんですけど、5ミリ超えると 1% の破裂率を持っているので、他の動脈瘤の7ミリぐらいのと同じぐらいの破裂率を5ミリでも持っているので、全交通動脈瘤と高交通動脈分岐部瘤は小さくても破裂しやすいというのは大雑把に覚えておいていい事実です。実際これ2ミリで破裂した全交通動脈瘤です。赤い印で書いてあるところね。一番向かって右側の写真でそのポコってなっているのが動脈瘤で、この人はここにコイルで塞栓して何事もなく、まあ、退院しましたけれども、こんなんでも破裂するのが全交通動脈瘤ですね。それからその他の破裂危険因子としてはドーターサックとかブレブと呼ばれるもので、あの向かって左側の図で黄色で囲ってありますけれども、動脈瘤の上にデベソみたいなポチンとついてるのは、これそこやっぱり破れやすいというのは分かっていて、こういうのがあると同じ大きさでも破れやすい。一方で向かって右側のようなまん丸くつるんとしたやつはあんまり破裂しづらいということが分かっています。それから女性とか高血圧っていうのも破裂の危険因子になるんですね。女性っていうだけで破裂のハザード比は 1.54 倍になります。高血圧も有意差はつかないんだけど 1.41 倍破裂しやすいということが分かっています。それから下の文章で書いてある3の経過観察中にコブが増大したって、これはものすごく危険なサインなんですね。これはユーキャスとはまた別の研究ですけども、1325個のコブ、1002人にできた1325個のコブを広報誌的に見ると、18人、この1002人の中で18人で動脈瘤が経過観察中に増大している。1人年あたり 1.8% だから増大すること自体はあんまり多くないんですけど、じゃあこの増大した18人がどうなったかっていうと、そのうち4人、 22.2% がその間その後1年以内に破裂してるんです。だから破裂リスクは 18.5% パー人年になります。で破裂までの期間は1ヶ月から23ヶ月なんで、2年以内に4分の1が破裂する。でさらにですね、18人うち6人は破裂する前に治療されちゃってるので、実際の破裂率はもっと高くなる。で計算上は 44.4% っていう破裂率もあるとという計算も起こりうる。だから 20% から 45% は破裂しちゃうっていうことなんで、経過観察中に大きくなったらもう桁外れの破裂率だから、これはもう治療するしかないというふうに考えるべきだということになります。ということでね、未破裂脳動脈瘤の治療方針ですけども、経過観察と、いや経過観察しないで治療するっていう選択肢に分けられますが、どんなコブを経過観察するかというと、小さくて丸っこい動脈瘤です。おおむね5ミリ未満でコロンと丸いやつは経過観察で、で右側にどうやってって書いてありますけども、まあ、半年から1年に MRI 取って、さっき見たように途中大きくなったらすごい破裂率なんで、増大したら治療ということになりますし、治療する場合にはどんな動脈瘤を治療するかというと、大雑把に言って大きくていびつな動脈瘤、おおむね5ミリ以上で、これをまあ動脈瘤の場所とか形によって開頭手術が優位か血管内治療が優位かということを考えて、割り振っていくということになります。で治療はこういう感じです。まあ、向かって左側がクリップ、当たり前ですね、クリップ、開頭してってガチャッとクリップかけるか、カテーテル入れてコイル詰めるか、これはクリップした症例ですね。小さいけどもデベソがブレブがついている危ないタイプの中大脳動脈瘤で、これはきれいにクリップをかけてもらって良くなりました。でこういうのは血管内治療で治すの難しいんですね。分子が絡んでて入り口が広いやつっていうのはコイルが収まりにくいし、分子が閉塞しちゃうこともあるんで、こういうのはクリップが有利です。一方でこういうのでも、この写真に示すようなね、バルーンで入り口を一時的に塞いでコイル詰めたりとか、真ん中に書いてあるようなステントでコイルが出てこないように工夫をしてコイルを詰めるとかっていうことをすることで、血管内で治せるコブっていうのも増えてきました。向かって一番右側のパルスライダーっていうのは成績悪くてもうメーカーが作るのをやめちゃったんでなくなっちゃいました。こういう中大脳動脈瘤見るとでっかいです。で赤で書いて矢印で示しているようにコブから太い大事な枝が出てるんで、これを単純にこういうコイルで詰めようとするとこう広がってこうなるんで、
血管が詰まってしまいますね、ここがね。そうなるとえらいことなので、どうすこれをまあクリップじゃなく血管内で治そうと思ったらどうするかっていうと、上側に写真があるようなステントっていうやつをそこの左側の図に重ねたように灰色で書いてあるように、こうステントっていうのをここにこう置いて、コイルがはみ出さないように、分子への血流が維持できるようにしてコイルを詰めるとこういうふうになります。向かって右側、治療後の実際の写真ですけど、この黄色の点線のところにステントが入っていて、真っ黒く詰まっているのがコイルです。実際にこう写してみても血流はもう流に入ってなくて、実際この人はもう2年ぐらい経つけれども再開通することもなく、元気、まあ電外来に通っています。その他にもね、こういったその特殊なステント、向かって左側の特殊なステントをこう母血管側に置くだけで流内への血流を阻害して治すっていう最新の治療、最近うちでも何例かやってますけれども、そういう治療もありますし、こういうやつね、こういうのを置いて治すのもありました。あとこれね、ウェブっていう、これはまだうちではやったことがない、これから導入予定の治療なんですけども、みかんが入ってるさ、赤い袋、網網の袋、わかるでしょうか。で、ある一定以上の年代にしてあれをくる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 ってこうやって、こうリンゴとかって遊んだ覚えがあると思うんですけど、ああいうのを入れるんです、動脈の中に。でメッシュがすごく細かいああいうやつで、しかもこうボヨンボヨンってなるある程度の弾力を持ったやつなんですけど、それを動脈の中にぴったり置いてくると、そのメッシュがもう動脈瘤の中に血流が入るのを阻害してくれるので、で一気に動脈瘤が治っちゃうっていう優れもの。置くの難しいんですけど、でコイルみたいに隙間があったりはしないんで、非常にこうリーズナブルに治るっていうのがあるんです。いずれうちでもやることになると思いますんで、なんとなく覚えておいてください。まあ当院ではこういったものをクリップも、ステントコイルもフローダイバーターも、まあ、ウェブはこれから導入ですけども、全部できるという人が揃っています。で未破裂動脈瘤のまとめですが、まあ、なんとなくイメージとして分かってくれればいいです。全体の破裂率は 1%、 1年あたりですよ、1年あたり 1%、 大きさ部位によって異なります。それから破裂のリスク因子は大きさ7ミリ以上っていうのが一つの目安ですが、高交通動脈分岐部瘤は5ミリ以上、全交通動脈瘤は3ミリ以上なんで、私753と覚えてるんですけど、全体で7、高交通動脈分岐部は5、全交通動脈は3、753です。で増大するとなるともうすごい破裂率になるんで、これは絶対治療だし、ブレブがついているもの、女性、高血圧っていうのもやっぱり破裂リスクを高めます。まあ、こういったことを勘案しながら、治療選択肢の経過観察か血管内か直接手術かっていうのを、こういう、形態から予測される破裂リスクと形態から予測される治療の難度と本人の希望などを総合的に検討して決めていくのが未破裂動脈瘤の治療ですね。では破裂した場合、もうここから先もうあと何枚もスライドありませんので、もうすぐですけれども、破裂した場合、一番右端下に行っちゃった場合どうするかっていうと、3つの段階を乗り越えないと患者さん、まあ実際に4つかな、最初出血したところで死なないっていう、そのそれが一番大事な段階ですけど、そこを乗り越えて病院に来てくれたらば、まず再破裂を予防すること。クリッピングでも血管内でも適した方法でまず最初に再破裂をきちんと予防してあげること。でそれができたら脳血管練縮ですね。これ脳血管練縮については各論のシリーズのところで別に回を設けてちゃんとお話をしますけども、動脈瘤の治療した後、出血した動脈瘤を治療した後4日目から2週間目ぐらいにかけて脳の動脈が縮んで脳梗塞を起こして非常に恐ろしい現象が起きるんですね。くも膜下出血で死んじゃったり寝たきりになる人の大多くの人が実は最初の出血を生き残った後これでやられるんです。だからこれをどう防ぐかっていうのがとっても大事なんですけども、そこを乗り切り、さらにくも膜下腔に出血してるんで髄液が吸収されなくなってかなりの確率で水頭症を起こしますから、水頭症に対して一時的なドレナージでいいのか永続的なシャント手術が必要になるのかっていうことの判断も必要になってくるので、こういったさまざまな関門を乗り越えて初めてくも膜下出血の患者さんはお家に帰っていくっていうことになりますから、まあやっぱり破裂する前に何とかしてあげといた方がいいよねっていう話にはなるわけなんです。
まとめです。くも膜下出血、これは多くは動脈瘤の破裂によって起こります。で、起きちゃうと再破裂の予防、血管連縮の予防、水頭症に対する対応などが必要で、いまだに天気不良の患者さんも多いですので、そんなことになる前に何とかしようと思って、我々は未破裂動脈瘤を一生懸命探して治療しているわけですが、目的は当然くも膜下出血の予防ですけども、外科手術である以上、手術することにもリスクは伴います。 3% 未満ですが、何らかの合併症のリスクが伴うので、本当に治療すべきかどうか、治療することによってその患者さんの人生を破壊しないかどうかということをよく考えるために、検査をして自然歴での破裂リスクと治療した場合の合併症リスクがどれぐらいかということをよく比べて治療しましょうとか、経過観察しましょうとかということを提案することになるわけです。ということで、今日は動脈瘤のお話でした。いかがでしたでしょうか。未破裂脳動脈瘤についてできるだけ分かりやすく解説をいたしました。より詳しくお知りになりたい方は、ウェブで私の解説を読むこともできます。またすでに未破裂動脈瘤があって、より詳しいお話を外来でお聞きになりたいという方は、我々の病院を受診することもできます。我々は皆さんに寄り添って、皆さんが人生を楽しむことができるよう全力でサポートいたします。どうぞご遠慮なくお問い合わせください。